では早速講義に入っていきましょう。まずはですね、梶田先生がチーズに魅了されたきっかけをお伺いしたいと思います。ではお願いいたします。はい、私がチーズが好きになったのはもう子供の頃からチーズは好きで、給食のチーズ、プロセスチーズぐらいしか出てないんですが、プロセスチーズを好きで食べていました。でその後、大人になってお酒を飲むようになってから、チーズをワインバーとかで食べるようになって美味しいなと思ってたんですけれども、本当のきっかけはチーズスクールに通ったんですね、東京に1軒だけチーズスクールがその当時ありまして、今から25年ぐらい前なんですけれども、1軒だけなんですね。1軒だけです。で今はもうなくなっちゃったんですけれど、でそこに通い始めて、なんて楽しい世界だろう、こう食べて勉強できるって楽しいなと思ったのがきっかけで、その後そこのスクールがやっていたフランスチーズツアーというのに参加したら、ただ食べて美味しいだけじゃなくて、いろいろ歴史とか文化とか、その土地の生活とか、動物のとの一緒の共生とか、そのことがもういろんなものが詰まっているのがチーズだということを知り、人に伝えたくなって、こういうチーズの講師をするということを始めたっていう感じです。でもともとチーズは大好きだったわけですよね。チーズは好きだったんですが、食べ物の中で一番好きっていうわけでもなく、今でも一番好きかっていうと好きなんですか？あったりする。大丈夫ですか？ブランディング的に大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。チーズだけが好きなわけじゃないので、でもチーズはその背景とか、いろんなことを学ぶと本当に面白いということからが、この仕事を始めたきっかけですね。でもチーズ講座があるくらいなので、結構チーズって歴史があったりとか。そうなんですよ。なんか奥深いんですか？奥深いんです。もう歴史は何千年かわからないんですけど、ミルクを人間が使うようになったのが1万年近く前と言われていて、1万年ですよ。1万年でちょっと全然計算できないですね。で6000年前ぐらいからチーズがあったんじゃないかと。で紀元前にはもうチーズを食べて、ローマ帝国の人なんかは戦争に行く時の携帯食にしていたとか。そうだったんですね。そういうことはもう記録に残っているので、もう本当に歴史が古いものです。なるほど。日本に入ってきたのは遅いんですか？日本に入ってきたのは、昔チーズみたいなのはあったんですけど、現在のチーズが入ってきたのは明治以降ですね。江戸時代まで鎖国をしていたの で、 そうですよね。ほとんどそういうヨーロッパのものなんか入ってこなくて、で明治時代にいきなりドンと入ってきて、チーズとか牛乳とか、そう乳製品を取るとやっぱり体にいいということで、どんどん国が主導してチーズが入ってきたっていう背景があります。あ、そうなんですね。だから歴史は浅いですね。100年、日本は浅いですね。世界で見ると、そうです、世界で見ると本当に古いんですけれど、日本で行くとまだまだ新しいので、これが日本のチーズって面白い時期に来ているかなとも思っています。なるほど、結構皆さん反応来てますけれども。反応ありますか？みどりさんは毎朝パンとチーズを食べています。泉さん、チーズと言っても犬の方じゃないですってコメント来てますね。チーズと言っても犬の方じゃないですと、ボケコメントが来てますね。マルチーズ、マルチーズ結構ね、冷蔵庫には常にベビーチーズが入ってますっていう方もいらっしゃいますね。私もそうですね。直樹さん、いきなりオリエントというコメント来てますね。江戸時代までは肉も食べてませんでしたかな。そうです、そうです、っていう風に来てます。摂取をしないみたいな感じですよね。そういうことなんですね。結構その先生は講座で学ばれたと思うんですけれども、たくさんあるんですか、学ぶ事柄については。そう、チーズ教室ってチーズを作ってるんですか、とよく言われるんですけど、その教室でチーズを作ることもたまにはありますが、ほとんど美味しく食べる食べ方、で、美味しく食べる食べ方って何ってよく言われるんですが、後で、美味しく食べる食べ方を食べていただくのと、それぞれのチーズに背景があるので、それを知った上で食べていくと、やっぱり味わいがより深くなるというか、ということを教室ではやってます。だから楽しむ楽しみ方をお伝えしている感じです。なるほど。300種類以上先生は食べられたとおっしゃってたんですけれども、それぞれ300通りの食べ方があったりするんですかね？
そうですね、それぞれのチーズはまあそのまま食べても美味しいですけれども、うん、さらに何か手を加えるとちょっと何かを足すと美味しいので、うん、チーズだけで食べるよりも例えばワインを添えるとか、うん、それだけでも楽しくなります、はい、でもそのまま食べても、ね、美味しいので、うん、はい、そのあたりも後で後で私が代表して、はいはい、食べたいと思います、はい。では続いてチーズの魅力についても聞いちゃっていいですか、はい、そうですね、チーズの魅力、うん、うちの教室に来る生徒さんも言うんですけれども、まずチーズの魅力って、まあ、いろいろの美味しいとか何なりありますけれども、結構切れば食べられるっていう手軽さも魅力で、うん、料理苦手なんだけど切れば食べられるのでチーズっていいですよねとか、本番での時に切ればいいのでっていうふうに言われて、まあ、そういう手軽さもあると思いますけれども、やっぱりそれぞれいろんな味があって面白いなというのが魅力です。あとは本当に私も昔は食べて美味しい、まあ、ただの食品の一つとして捉えてたんですけど、やっぱりそれぞれ のナチュラルチーズといわれる伝統があるチーズは背景がすごくいいので、そこに人の営みがあって山で生活しながらこれを作ってますとか、はい、中世の頃に修道院で生まれましたとか、はい、どういうきっかけで生まれましたとか、うんうんうん、ヤギのミルクで作ってますとか、うんうん、ヤギはどんな特性があって、そういうの勉強していくとなんかハマっちゃったですよね。そうなんですね、生まれが違うんですね。それぞれいろいろなプロフィールがあるので、はい、教室ではそのプロフィールを知ってもらって、それで楽しむ楽しみ方、あと国によっても全然違う、うん、フランスとイタリアだと作ってるチーズの種類も違うので、はい、はい、そうなんですね、はい、それをやり始めると、はい、もうハマっちゃったわけですね。ハマってしまうっていう、まあ、教室に来た方は大体ハマってしまう方はずっと通い続けてくださったり、うんうんうん、あと現地のフランスとかイタリアに行くともうハマっちゃって、でうまくはめようと私はしてます。そうなんですね、はい、教室で魅力を伝えて現地に行ったらいいよって言って、はい、ハマっていく人もたくさん、一緒に教室でもツアーをやってるので、あ、はいはい、みんなで行ってそれで楽しい、やっぱ現地で食べると本当に美味しい。で最近は日本のチーズもすごく、日本の国産の、はい、小さな作り手さんのチーズも美味しいので、うん、日本の、そういう生産者もあるという企画もしています。日本だと日本語が通じるので、そうですよね、手軽ですよね。いいですよね、はい、ちょっと行ってみようかなみたいな感じで、気軽に行けちゃうのは。先日も八丈島ですか、はい、意外と手軽じゃないですね。結構遠いですか。羽田から45分で飛行機で行けるので、45分で行けるんですね、はい、いやなんか東京都ですし、そうですよね、一応住所では東京都と、そうなんですね、はい、結構いろんな楽しみ方があるということですので、はいはい、田崎さんからは、はい、チーズの背景を知りながら楽しめたらより美味しいだろうなという、そうなんです、うん、その通りですね。ただ食べるだけで美味しいではなくて、うん、そういったプロフィールとか歴史を感じながら食べるっていうと、うん、美味しいんじゃないかなっていうところですかね、うん、はい、ありがとうございます。ではここまでチーズの魅力などを教えていただきましたので、改めてですね、ここでチーズって何なのかっていうところを先生に講義していただきたいと思います。お願いします。はい、ではチーズって何というところから簡単にご紹介したいと思います。チーズというのはまずミルクが必要です。ミルクといっても牛乳とかヤギのミルクとか羊のミルクとかいろいろありますが、とにかくミルクで、そのミルクを固めて水分を一定量除いたものをチーズと呼んでいます。でそのままでも美味しく食べられるんですが、多くのものは熟成というのをさせます。イメージはミルクを固めて水分を取っているのは、まあ、ヨーグルトを水切りしているみたいな感じです。でそのままでもいいんですが、傷みやすいので熟成というのをしていることが多いです、うん、熟成というのは最初の状態でこうだんだん良くなっていくことを指しまして、よく熟成肉とか最近ありますけれども、ありますね、腐ってたら熟成肉って言わないので、チーズの場合にも熟成といったらこう美味しくなっていく、で日持ちも良くなっていく、でこういった変化をしていく食品がナチュラルチーズと呼ばれています、うん、これがさっき言ったの歴史がもう6000年ぐらいかもしれないって言ってる古いもので、はい、まあヨーロッパを中心にいろんなところで作られている、うん、ただ熟成というのはちゃんと管理しないとうまく進まないので、それをきちんとやるのはなかなか大変めんどくさいなというところもあるので、うん、今から100年ぐらい前2000年、20世紀の初めにチーズを作ったナチュラルチーズを溶かして熟成をストップさせて、
でそれを固め直したというものを生み出しました。これがプロセスチーズです。で日本では明治に最初に入ってきたのはプロセスチーズなんですね。でプロセスチーズの方がまあ日本ではまあ多く売られていて、それがだんだんナチュラルチーズが増えてきたというのが今の日本のチーズの様子です。なるほど。プロセスチーズの方がもういつでも食べられるようなイメージなんですかね。だから味がずっと同じという点はありますが、その方が安心というのもあるし、傷まないので冷蔵庫に入れておけば安心という手軽さのプロセスチーズ、味のナチュラルチーズと私は呼んでます。あ、そうなんですね、はい、でもやっぱり味が一段と美味しいのがナチュラルの方なんでしょうか。ナチュラルの方がバリエーションが多いのと、味のやっぱり変化があるのでそこが面白い。プロセスは味が悪いという意味ではなくて味が変わらないので、まあ、そこはちょっと面白みはないけれど、安定しているという点ではいいですし、やっぱ手軽なんですよね。なるほど。最近日本のプロセスチーズがめちゃめちゃ美味しくなってきてるので、はい、私が子供の頃食べたのよりもすごく進化している注目点ですね。そうなんですね。ヨーロッパでプロセスチーズってあんまり発展しないんです。もう昔からナチュラルチーズがあるので、美味しいものになりたくなるので、で日本はプロセスチーズがやっぱ市場でこう半分を占めているので、スーパーとかで手軽に買えたり、だからそっちの方で美味しさを追求しているメーカーもたくさんあるのが特徴です。なるほど。いや、それぞれ良さがありそうですよね、はい、はい、ちょっと順番にこの詳細ですね、プロセスチーズとナチュラルチーズ教えていただきたいのですが、はい、まずはおすすめのプロセスチーズのご紹介をお願いしてもいいですか。はい、お願いします。はい、持ってきました、はい、こちらですね、ですね、はい、画面に映っているのが、はい、まず株式会社明治さんの、贅沢スライスで、2種類味があるんですけれども、チェダーとパルメザンです、でこれあのスマートチーズっていうのをご存知ですか。スマートチーズ何でしょうか。スマートチーズというのがうまみが多いチーズを、ベースに使ったナチュラルプロセスチーズとして、発売されたんですが、それをスライス化してます。で塊のチーズよりもスライスの方がやっぱりいろいろ使い勝手がいいので、私これが大好きなんですが、意外と売ってる店が限られてはいるんですけれども、ぜひ見つけたら買っていただくといいと思います、何がいいってベースの使っているナチュラルチーズが美味しいので、美味しいナチュラルチーズを使って作ると美味しいプロセスチーズができるっていう、そういう流れなんです。美味しいナチュラルチーズを使うと原料が美味しいってことですね。プロセスチーズで美味しいものができるということなんですね。はい、今京向から流しました明治北海道のスライスチーズ、はい、はい、URL もつけましたので、ぜひ気になる方は見てみてください。はい、こちらがまず一つ目のおすすめのプロセスチーズですね、召し上がる、はい、あ、じゃあもう食べちゃいますか。はい、はい、じゃあちょっとまずこちらから、はい、いただきたいと思います。おすすめのプロセスチーズの一つ目ですね、はい、ではちょっと私がそちらの方に移動しますので、はい、じゃあちょっとこちらですね、はい、移動したいと思います。おすすめのプロセスチーズ一つ目、はい、ということなんですが、チェダーとパルメザンがあるんですけど、両方とも美味しいんですが、はい、チェダーからいきましょうか。はい、お願いします。そうですね、はい、スライスチーズだけ食べるっていうのはなかなかないですね、はい、普段食べてる普通のスライスチーズよりも旨味が強いです、でその理由としては旨味が強くなる、はい、早く旨味が出る乳酸菌を明治が開発して、それで美味しく仕上げたものを原料に使ってるというのが美味しい理由です。なるほど。これ加熱するとちょっと溶けるので、はい、オムレツに、朝食の時にオムレツにこう入れてチーズオムレツにしたりすると、すごく美味しいんですよ。はい、ではちょっと